様こんにちは、セリナです。今回は4月7日発売 RMK の新作チークフェアコンプレクションブラッシュから先行発売で人気だったカラーを中心に全10色の中から5色をご紹介していきます。発売前からコメント欄でも気になっているというお声をたくさんいただいていて、私自身もリニューアル前のアイテムも愛用していたので、今回のリニューアルがとても楽しみでした。こちらの動画ではリニューアル前のタイプとの違いの比較をした後に、今回購入した5色を比較しながらご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、 RMK フェアコンプレクションブラッシュ。肌の色を引き立て、頬も心までも美しく染めるカラーバリエーション。色の印象をそのまままとえるような高発色ブラシは、透明感のある色付きと様々な肌トーンにも馴染みやすい選び抜いたカラーバリエーション。一はけで高揚感に満たされます。ということで、こちらの新作チークは全10色展開となっており、先行発売をしていた店舗で人気色とのことだった3色と、個人的に可愛いなと思ったカラー2色の計5色をご紹介していきます。02番デューインフューズドアンバーは、黄みのあるアンバーオレンジ、立体感のあるパールでヘルシー肌に、ブロンザーとしても。04番のボヘミアンローズは、輝度の高いゴールド、レッドパールがきらめくレッドブラウン、情熱的なムードを添える色。05番コーラルドリフト、ベージュニュアンスを帯びた明るくフレッシュなオレンジ、さまざまな肌の色に似合う色。続いて09番はデザートブルーム、ピンクとオレンジがバランスよく溶け込むピンクベージュ、落ち着きのある凛とした印象に。そして10番サハラベージュは、磨かれたような光沢を与えるコーラルベージュ、甘さを添える上品なツヤと色づきというカラーです。それではまずはリニューアル前のアイテムとの違いを比較していきたいと思います。まずパッケージはこんな感じの違いで、一見似ていますが少しデザインが異なっています。そして旧アイテムはパール配合のタイプやマットタイプなど質感は様々で、カラーはピンク系が中心に作られていたというのが特徴だったそうですが、新作タイプは全10色中パールが配合されていないカラーがないらしく、どれもパールによる艶めきを感じられるというのと、以前よりも発色がしっかりとしていて乾燥しづらくなったとのことでした。そしてカラーも様々なメイクパターンに組み合わせられるような絶妙なカラーラインナップだそうです。今回旧タイプは06番のシルバーコーラルというカラーを使っていくので、こちらのカラーはこんな感じでそこまでパール感が強くないタイプだったので、新作は今回購入した5色の中で一番パール感が抑えめだった09番のデザートブルームで比較していきます。リニューアル前はこんな感じで、かなり軽くてさらりとした粉質が特徴でした。一塗りでもある程度発色はしてくれますが、軽い粉質なのでそこまでカラーがべったりとついてしまうという感じではないので、他のチークと組み合わせたりカラー調整も簡単ということからよく愛用していたチークです。はい、まず旧タイプはこんな感じです。チークブラシを使って何度かしっかりと重ねましたが、発色はこんな感じで、
ナチュラルすぎず高発色すぎずな、とても使いやすい発色でした。そして肌の上にのせると絶妙なシルバーパールが効いて、軽やかでツヤっぽさも感じるような質感でした。ではこちら側に新タイプ塗っていきます。 SNS などでカラー情報を見ていた時は、意外と発色などはナチュラルなのかなと思っていましたが、店頭で見た時に高発色タイプだったので、まずリニューアル前と発色がかなり違うなという印象でしたが、こんな感じでやはり軽く塗るだけでもしっかりと頬にチークカラーが乗ってくれます。ただしっとりとしていて乾燥しづらくなったというだけあって、高発色ですが肌から浮くことなく自然に頬を染め上げてくれるような仕上がりです。新タイプとても綺麗ですね。はい、こちら側半分には新タイプの09番デザートブルームを塗ってみました。旧タイプと同じくらいしっかりと重ねましたが、新タイプの方がかなり高発色になっています。ただ新タイプも旧タイプと同様、粉質自体は軽いので、そこまで一気にカラーがドンとついてしまうという感じではなかったです。そして何よりもとてもしっとりとした粉質に変化しているので、高発色なのに肌に綺麗に溶け込んでくれている感じがします。チークカラーをしっかりと発色させたいけれど、粉っぽく見えてしまうのは嫌という方や、高発色タイプのチークを使うと境目がはっきりしてしまうのが気になるという方にもとても使いやすいと思います。そしてツヤ感はこんな感じの違いで、今回購入した新色5色のうち一番パール感が抑えめだった09番のデザートブルームはラメというよりもパールのツヤ感という感じなのに対して、旧タイプのパールタイプは肌の上にのせるとラメ感を感じるからか、比較してみると旧タイプの方がより強いツヤめきやきらめきを感じました。近くで見るとこんな感じで、より旧タイプのラメ感と新色の09番デザートブルームの程よいパール感と肌への馴染み具合の違いが分かりやすいと思います。最近発売されている新作のチークは発色がナチュラルなアイテムが多い印象でしたが、 RMK の新作は比較的高発色タイプだったので、チークのカラーもしっかりと楽しみたいという方にはもちろん、高発色だけど綺麗に馴染んでくれるというところも嬉しいですよね。ではここからは新色10色のうち今回購入した5色を片方ずつに塗ってカラーを比較しながらご紹介していきたいと思います。私は本日の全国発売で購入しましたが、購入した店舗では先行発売を行っていたそうで、先行発売中に特に人気だったのがこちらの04番のボヘミアンローズ、05番のコーラルドリフト、そして10番のサハラベージュの3色だったそうです。そしてその他、実際に店頭でカラーを見て個人的に可愛いなと思った02番のディフューズドアンバーと、1番パールが控えめだった09番のデザートブルーム、以上の5色を購入しました。ではまずはこちら側に02番を塗っていきます。黄のあるアンバーオレンジというカラーで、ブロンザーとしても使えるとのことでした。SNS などでカラーを見ていたときは、もう少し肌なじみがいい感じなのかなと思っていましたが、手元で見ると意外と深みもあって、この絶妙なヌーディーさがすごく可愛いなと思って購入してみました。質感は先ほどご紹介した09番と同じ、しっかりと発色もしつつ、肌に綺麗に溶け込んでくれるタイプです。はい、こちら側02番のディフューズドアンバーを塗ってみました。カラーがしっかりと分かるように少し広めの範囲に入れましたが、シェーディングのように自然に骨格に影はつけてくれつつ、普段標準色のファンデーションを使っている私でもチークカラーとしても楽しめるくらい明るさもある発色だったので、目元やリップを主役にした時のバランスを取るチークや、少しヘルシーな印象に仕上げたいという時にとても可愛いと思います。ラメというよりもパールで顔に一体感を出してくれているようなイメージです。
でも近くで見てもこんな感じで、粉質がしっとりとしているからか毛穴が悪目立ちしてしまうこともないので、すごく使いやすいと思います。続いて反対側には02番のボヘミアンローズを塗っていきます。こちらはレッドブラウンのカラーとのことで、全体的に高発色なシリーズの中でも特に発色が強いカラーです。絶妙なくすみ感があって可愛いですね。はい、04番のボヘミアンローズはこんな感じです。輝度の高いゴールドとレッドパールがきらめくレッドブラウンということで、ベースはこんな感じの意外と暗くなりすぎないレッドブラウン系のカラーですが、ゴールドパールとレッドパールが輝くからか程よい深みが足されて、肌の色をきれいに見せつつしっかりとチークのカラーも楽しめるような色味でした。ただこちらもギラギラしすぎるパールという感じではないので、近くで見ても全然毛穴は悪目立ちする感じではないです。もちろんパールによる立体感も出ていますが、ギラギラのパールが肌に乗るというよりも磨いて作ったようなツヤが出るので、パール感が強すぎるアイテムが苦手という方にも使いやすいと思います。02番と04番引きで比較するとこんな感じです。イメージが違う2色ですが、どちらもとても可愛いです。では続いてこちら側に05番を塗っていきます。最近はコーラルやベージュ系のニュアンスのカラーがアイシャドウやチークにも人気なので、このカラーはまさに今のトレンドのカラーなのかなと思います。こちらも発色はしっかりとしていますが、かなり肌なじみがいいので、今回ご紹介している5色の中では一番ナチュラルな仕上がりに感じます。はい、05番はこんな感じです。一見先ほどご紹介した02番と似ているかなと思いますが、こちらの05番の方がさらに明るめでコーラルのニュアンスが強いので、こちらはちょうど今の時期や夏場にも活躍してくれそうなフレッシュなオレンジカラーです。カラー説明にも様々な肌の色に似合う色と記載がありましたが、黄みが強すぎずにベージュニュアンスも感じるようなカラーなので、本当に肌なじみのいいカラーですごく使いやすいと思います。こちらもつるんとしたツヤが綺麗です。では反対側には先ほど9タイプと比較をした09番のデザートブルームを塗っていきます。ピンクとオレンジがバランスよく溶け込むピンクベージュというカラーです。やはり他のパール感が強いカラーを塗った後にご紹介するとこんな感じで、パール感が控えめでよりパウダーを磨いたようなツヤが強く出る感じがしますね。はい、09番デザートブルームはこんな感じです。反対に塗っている05番と比較すると、より09番のパール感は抑えめでパウダーを磨いて作ったようなつるんとしたツヤ感の違いが分かりやすいと思います。05番や他のカラーのパールもギラギラしてしまうという感じではないですが、09番はよりシーンやメイクを選ばずに使いやすいチークだと思います。手元の数値で見た時は他のカラーのパール感がすごく可愛かったので、09番は少し物足りないかなと思いましたが、肌の上に乗せてみるととても可愛いカラーでした。05番と09番それぞれ比較するとこんな感じです。では最後10番のサハラベージュを塗っていきます。こちらは磨かれたような光沢感を与えるコーラルベージュというカラーです。今回の新作チークは全体的にコーラルニュアンスのカラーが多いですね。ただこちらはコーラル系の中でもかなりピンク寄りの感じがします。はい、10番のサハラベージュはこんな感じです。近くで見ると意外とツヤは抑えめかなと思いましたが、少し距離があるとこんな感じの滑らかなツヤがとても綺麗です。そしてカラー自体もピンク寄りのコーラル系で、ゴールドなどのヘルシー系のカラーというよりも少し白っぽくツヤが光る感じがするので、コーラルなのに涼しげなイメージですごく可愛いと思います。こちらも近くで見てもこんな感じで全然パールが悪目立ちしないです。
近くで見るとこの白っぽく光る感じがより分かりやすいと思います。一見ベースのカラー自体は似ているかなという色味もありましたが、このパールの光り方のイメージがそれぞれ違いました。 RMK のフェアコンプレクションブラッシュ、5色を比較してみるとこんな感じです。比較してみるとよりそれぞれのパールの光り方の違いが分かりやすいと思います。どのカラーもギラギラしすぎるパールではなく、近くで見ても毛穴が悪目立ちしないというところがすごいですね。はい、ではこんな感じで4月7日発売 RMK のフェアコンプレクションブラッシュから全10色の中から先行発売で人気とのことだったカラーを中心に5色をご紹介していきました。まず何よりも今回のリニューアルでリニューアル前よりも高発色になっていたので、一塗りでもしっかりとチークのカラーを楽しめるところがすごく良くなったなと思いました。ただ高発色のタイプですが、しっとりとしていて軽いパウダーなので、カラーがつきすぎてしまったり境目がくっきりしてしまうということもなく、綺麗に肌に馴染んでくれるところがすごくいいこなしだなと思います。そして全体的にパールによる艶めきを感じるカラーが多かったですが、ギラギラしてしまうパールという感じではなく、パウダーで磨いて作ったような艶がのる感じなので、パール感が強いチークを使うと毛穴が気になるという方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。全体的にコーラル系の色出しが多かったですが、それぞれパールの光り方などのニュアンスの違いも楽しめるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。